第61回日本レコード大賞は日本作曲家協会が主催する61回目の日本レコード大賞。2019年12月30日に新国立劇場にて開催された。令和最初の日本レコード大賞で発表会の模様は TBS テレビ TBS ラジオキーステーションに全国で生中継された。 ノミネート及び各賞は11月16日に主催者から発表され、総合司会は12月6日に TBS テレビから発表された。また、12月16日には TBS 放送センターで記者会見が開かれ、各々が意気込みを語った。対象は、ーリンが歌唱したパプリカに決定した。平均年齢11.2歳。 メンバーの知世の9歳はいずれも対象受賞の最年少記録となり、全保持者、松井ジュリーナ、岩田カレンの記録である14歳を全員が下回った。なお、対象を受賞した風林は、全員が15歳未満かつ21世紀生まれであり、未成年者の労働を禁止する労働基準法に基づく、 自主規制にあたるため曲披露後に帰宅。メンバーの萌え野が発表前後に電話出演。例年は歌唱を披露するシーンも事前に歌った VTR が放送され、会場にいた優秀作品賞を受賞した、乃木坂46、欅坂46、日向坂46、AKB48、純烈、ダパンプが客席でパプリカのダンスを踊る姿が、 ワイプで放送された。本人不在での受賞は大晦日開催時代の第36回に受賞したミスター・チルドレン以来となる。またソニーミュージック関連のレーベルからの受賞は4年連続となった。最優秀新人賞はハロー。プロジェクトに所属する女性アイドルグループのビヨーンズが受賞。ハロー。プロジェクト所属グループの最優秀新人賞の受賞は 第59回の椿ファクトリー以来2年ぶり6組目の受賞。対象のプレゼンターは例年通り司会の安住が担当。最優秀新人賞は元ラグビー日本代表の広瀬と郎が務めた。関東地区での平均視聴率は前年の16.7%から2.7%下落の14.0%を記録。 17時30分19時の平均視聴率は11.5%だった。今年は特別企画として以下の4組が平成に亡くなった歌手の楽曲のカバーを披露した。ありがとうございます。